初めてのアンケイです。ありがとうございます。はい、というわけでね、美味しいタイ料理を食べられるということなので、今から食べて皆さんに紹介できたらいいなと思います。では楽しんでいきましょう。行ってきます。本日やってきたのはタイヤ台カオカオカオ日比谷グルメ商店さんです。外から見たらめっちゃカラフル、まるで本場のナイトマーケットに来たみたい。パスポートなしで行けるタイなんだって。屋台に来たみたいな感じ。じゃーん、見てーこのすごい量。これね、なんとね、1人前です。今回いただくのは前型コース。風型のものはタイトル豚、あとは浅い鍋のこと、焼肉とお鍋の両方が食べられて一度で二度美味しいの。とってもお得。じゃあ乾杯しますか。はい、チャーンでね、乾杯。うまい。タイ料理にはチャンビール大好き。なんかプーケットのねビールもね置いてあって、タイのビールがね6種類も置いてあるの。定番のシンハとチャーンとフェダーブロイ、聞いたことないやつもあって、すごい充実してる。違いが全然わからない。ちょっと待って。うん、どっちも美味しい。トミヤムポテトサラダ、このパクチーがねいいね。美味しい。パクチーサラダ。私あんまりパクチーね好きじゃなかったんだよね、もともとタイ料理が好きすぎて食べれるようになったの。うん、タイの香り、パクチー美味しい。このね爽やかな感じがいいよね。牛タンパクチー、特製のパクチーソースでいただきます。焼いていきます。いい音がしますね。ちょっとね、めちゃめちゃ油が跳ねるからね。ちゃんとエプロンも用意してあります。ダメだ、私これちょっと僕行かない。ちょっとこういうの下手くそなんだよね。あ、何か落としたパン食べ時が。はい、パンできました。パン、パクチーを。美味しそう、やばい。あ、メンチパイの香り。ちょ、嗅いでみて、嗅いでみて。めっちゃ美味しそう。なんかね、酸味のある香り。いっぱいかけちゃおう。マジで美味しい。パクチーね、乗せ忘れた。ビールと合いますね。豚バラ、ごま油香るさっぱり塩でいただきます。あ、待って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 、なんかこれ放送事故すぎる。あ、いい焼き色できた、できた。やったね、美味しそう。やばい、あ、やばいやばい。あ、なんかちょっと忘れちゃった。責任を持ってこの小さいの食べます。パクチーも料理で。待って、どこ行った？あ、いた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 。こんなにちょっとだったけど肉汁がしっかり出てすっごい美味しいです。もち豚、豚ロース、シナモンがかかってるやつ、特製の薬膳タレ漬けです。いい音ですね。シナモンをちょっと馴染ませてあげてね。ディズニーランドの香りがする。見て見て見て、なんかいい色。このね、お肉のね油がね、この鍋に落ちてお鍋をね美味しくしてくれる感じなのかな。今度は綺麗に切れたね。このシナモンがいっぱいついてるやつ、すごい柔らかい。なんか新しい味、美味しい。うーん、なんかこれが美味しい。売ってないかな、これ。まだまだ食べるよ。ケイワモニクかける生春巻き、焼いちゃおう。これは食べないのかな。これ飾り、油、いい香り。生春巻きを作ります。生春巻きにお肉を乗せます。お野菜と剥いていただくよ。ここの上に乗せたらいいのかな。ニンニクがね、すんごい入ってるの。うん、A5 ランクサーロインと一口目地。見てこのすごいの、ほんと。サシがすごい。いや、大きい、大きい、めっちゃ大きい。すき焼き風だって。めっちゃ大きい。これをね、この
このタイ米に乗せます。一口サイズのタレをねかけます。あ、なんかこれちょっとラーメンっぽい感じなのかな。美味しそう。お肉でお米を包む。溶ける。町長蜂の巣お野菜新鮮ホルモンのもつ鍋。これなかなか予約は取れない三百屋さんっていうお店の新鮮なホルモンなんだって。じゃーん、お鍋できたよ。すごいね、見て。こういうのホルモン鍋みたいな感じ。このポン酢みたいなつけだれでいただきます。ホルモン大好きなんだよね。美味しいよね。あー、プル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 。あかかかかか。マジで語彙力なくてすいません。すごいさっぱりして、ニンニクと生姜かな？エキスっていうのがいいよね。早めにね、揚げたらシャキシャキ感残ってる感じだし、しんなり感もね、美味しい。もつのね、旨味がね、スープに染み出てるんですよ。これは豆乳のね、スープらしいです。こんな感じ、真っ白のスープ。あー、これ美味しいね。今までの肉焼いた肉汁とかの旨味が全部ね出てる。美味しい。あちすごいの来た。すごい。待って、何それ、やばい、かわいい。パクチーサワーを頼みました。ちょっと待って、これどうやって食べたらいいんだろう。飲み物でしょ。どうやって飲んだらいいの。入れたらね、溢れちゃうし。飲んでる、食べてる、飲んでる、飲んでる。甘い、タイの焼酎、甘みがあってね、すごい美味しいの。パクチーだけど、嫌な感じがしない。パクチーはパクチーが乗ってる味のパクチーの味はする。わー、これ美味しいわ。頼んでよかった。皆さんもぜひ飲んでください。あ、分かるよ、酔ってきてます。ういー、パクチーでろ過されてるみたいな。できております。仕上げのブラックペッパー、カンボジア産ブラックペッパーでいただきます。わあ、いい香りだな。パクチー乗せちゃおう。パワーに入ってたパクチーね。あ、味が染みてますね。あ、美味しい。なんかね、新しい新感覚のご飯って感じ。最後まで全部美味しくいただきますね。タイ屋台カオカオカオ、いかがだったでしょうか。いや、タイ料理美味しかったね。もうね、満腹。めっちゃいろんな種類が食べれて本当に満足した。タイに旅行に来てる気分になりましたね。いや、早くタイ行きたいな。とってもとっても美味しかったので、タイ屋台カオカオカオ、ぜひぜひ来てみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。また見て。